私は戦と博士が大好きでな。九州はほぼ島津家の手に落ちております。我らは島津を倒し九州を平定します。あれなる島津の次男義弘です。彼らは豪遊にて鬼島津と恐れられております。まずは満足。やるな、バッバ。女か。女ではない、橘だ、橘銀千代。はぁ、豪遊鎮西一。島津義弘は九州の雄島津家の次男である。島津家は鎌倉時代から続く古い家柄で、勇猛で知られ鬼島津と恐れられていた。敵を誘い出し伏兵で急襲する。この釣りの伏せ戦法で島津家は九州を席巻。ついに敵対する橘家を壊滅寸前に追い込む。だが時の天下人豊臣秀吉が九州の戦に介入。橘家当主銀千代に味方して義弘ら島津家に戦いを挑んできた。へいへいと従うのは好きでない。まずは一勝負と参ろうか。第一話、九州征伐。ま、博打だよ。天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。我らの故郷を守るのだ。島津の強さ見せてやれ。まずは鶴ヶ城を奪還。針を使って鶴ヶ城から敵を釣り出す。釣りのぶせを仕掛けるぞ。合図を送れ。我が首見事取ってみよう。敵将を打ったり。その分いつか追いつきたい。道を塞げ。獲物がかかったぞ。突撃せよ。
ょう。怒ったり。見事。あれは島津軍の得意戦術、釣りのぶせ。敵を引きつけ包囲し殲滅するか。鶴ヶ城へ進軍する。我が首見事取ってみよう。さすがなるご活躍。よし、鶴ヶ城は制圧できた。時間だ。水が下がっている間に本陣を落とせ。鶴ヶ城が奪われたなど。ならば取り返せ。うちの人のために頑張るよ。これも愛する。ほら、戦はやめてうちの人に降参しなさい。戦せずして何のものか。戦の匂いが染みつく悪い子だね。しまった、退路が断たれた。地の利は島津だけにあるわけではないわ。敵将を放ったり。見事。鬼島津たるがゆえん、分かったかな。まずはまだ敵将を放ったり。お見事にてそら。死ぬまで戦うのみ。吉弘だな。その首もらえる。大将組の取り方心得ておる。我らごときに援軍など。敵将を打ったり。さすがなるご活躍。叔父上、助かりました。お前は時代の島津を担うだ。豊志さん、ゆえん、分かったかな。姿を現したな、島津。
今その首取ってくれる。あの娘とをまともに相手するのは面倒やの。釣りのぶせを仕掛けるぞ。合図をくれ。ヨシヒロ出会え。兜を割られて臆したか。そんな重圧に乗るほど若くはない。名のある武士とお見受けいたせ。シマズメ、貴様らに倒された橘一族の恨み、今日こそ橘銀千代が晴らしてくれん。敵将ほふったり、お見事にてそろ。橋を落とせ、孤立させよ。来たな。よし、始末の戦始めるぞ。私がいながらこのような、父上、始末、橘の名誉にかけて撃つ。恨みは見えて戦うな、邪魔だ。敵将を撃ったり、花のごとき武者ぶりよ。豊臣は兄弟、島津盛況なりといえど、公式へ前、島津の力見せつけ、屈するにせよ有利に下るまで。島津たるがゆえん、わかったかな。して参る。我が首見事取ってみよう。いざ戦わん。島津に勝ち目はない、降伏せよ。その前に島津の強さ知っておいて損はない。おふったり、お見事にてそろ。敵将おふったり、さすがなるご活躍。試合はつかん、また会おうや。敵将を撃ったり、この勝利で島津の意地は見せる。和議も優位に進む。島津存続のため秀吉に下る。鬼島津参る。わしこそが鬼、鬼島津じゅ。
いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。島津義弘は初戦で秀吉を破った。だがそれは戦術的な勝利に過ぎなかった。結局は秀吉の物量作戦を支えきれず、島津は秀吉に膝を屈し、その傘下に入る。島津の屈服により秀吉に抗する者は関東の北条、奥州の伊達の身となる。秀吉は北条のこもる難攻不落の小田原城を全国の大名を率いて東西から攻撃。義弘も東側からの攻撃軍の中にあった。まずは生き残った。この戦で力見せ、次につなげるか。第2話、小田原城攻略戦。ま、博打だよ。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。奥州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段、ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。さあ、太平の世への総仕上げだ。東側を攻める諸侯よ、期待しておるぞ。よしさ、秀吉の軍略しかと見ておくのだ。時代の島津を担うのはお前だからだ。敵将を打ったり。その分まさに戦場の花じゃな。いざ尋常に勝負して参る。敵将を打ったり。その分いつか追いつきたい。敵将を打ったり。まっこと見事な武者ぶり。本が赤の上を渦つか。さすがは健丈小田原。敵の砲撃を止めよう。このままではわしの可愛い兵がやられちまう。しかし何という物量だ。さらに島津が秀吉に屈したは正解だ。単独で攻めるは愚策だな。内側から門を開き味方を招き入れる。腹が減っては戦はできんと言うでな。兵糧を抑え籠城を続けられんようにしてやれ。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵将を打ったり。お見事にござる。三島津たるがゆえん分かったかな。敵将を打ったり。その図まさに戦場の花じゃな。Oh, my God.
こと見事な武者ぶり。死ぬまで戦うのみ。侵入者を撃て。これはチートばかし厄介な仕掛けじゃな。操作しているショーを倒すのじゃ。いざ尋常に勝負。名のある武士とお見受けいたす。敵将を撃ったり。その武まさに戦場の花じゃな。敵将を撃ったり。まこと見事な武者ぶりや。鬼島津たるがゆえん分かったかな。どうして本陣がガラ空きだぞ。しまった、戻れ。本陣を守るんじゃ。おろかな。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵将を撃ったり。見事惚れ惚れする働きじゃ。敵将を撃ったり。その部にいつか追いつきたい。敵将を撃ったり。その部まさに戦場の花じゃな。されているか。死ぬのまで戦うのみ。島津たるがゆえん分かったかな。押して参る。お見事にござる。援軍感謝いたす。
返せ。いざ尋常に勝負、押して参る。ほふったり、おお、よくやった。敵将ほふったり、その分まさに戦場の花じゃな。襲われぬように注意する。バカにするな。橘は卑怯な戦いはせぬ。島津たるがゆえん、わかったかな。いざ尋常に勝負、押して参る。敵将ほふったり、お見事にござる。敵将ほふったり、戦場は島津とかいう戦屋の独壇場だな。
くだらぬ太平の世は不要よ。消してやる。北条氏は滅亡し、天下は秀吉に帰した。島津義弘は小田原攻めに参加。その物量作戦を見て、天下を争う夢を一旦は諦める。やがて天下人秀吉が死去。その後をめぐり、徳川家康と石田三成が対立。諸大名は家康の東軍と三成の西軍に分かれ、天下分け目の決戦が始まろうとしていた。義弘は三成が勝てば天下は収まらず、まだ自分の出番があると考え、乾坤一擲の博打を打ち、西軍に味方する。西軍と東軍の戦法は久瀬川を挟んで対峙。両者の睨み合いは前哨戦に発展した。家康につくがに、だがそれではつまらぬんだな。第3話、久瀬川の戦い。ま、博打だよ。わしは西軍につく。叔父上、なりません。戦あっての物の符、豊久。わしは物の符なのだ。これはわしの戦国最後の大博打。かけるのもわしの命だけでいい。されど、それでは。島津を頼んだぞ。お父上。豊久、なぜ来た。お前たちも遠兵無用と。我らも物の符、それも薩摩の物の符なのです。戦うからに勝つぞ。この戦はこの後の天下争奪戦への布石、つまり完全勝利が必要不可欠って。押して参る。敵はおびき寄せた。さあ、この戦闘効果。
しまった、罠だ、引け引け。敵将、ほうったり。ずいぶん頑張られたものですね。本体への退路を確保します。急げ。名のある武士とお見受けいたす。敵将、ほうったり。お見事でございますな。敵の退却路を塞ぐ、我に続け。三成は無双か。血の足がついておらん。西軍に味方したあんたもそうさ。ま、あんたは無双かというより博打好きだが、押して参る。敵将、ほうったり。ずいぶん頑張られたものですね。血の匂いがすると思ったらもう始まってるね。始末は徳川に味方すると思っていたらな。徳川に天下をやるのが気に入らんでな。島津の戦やめ、やるではないか。いざ尋常に勝負。かくなる上は華々しく散るまでに。敵将、ほうったり。ま、お見事ですね。せめて人たち、せめて一矢報いん。半蔵の言う通りであった。もう少し早く到着できていたら。直政は明石、伊奈は島津に当たれ。我らは本陣を突き隙を突く。敵将、ほうったり。ずいぶん頑張られたものですね。敵将、ほうったり。戦場は始末とかいう戦屋の独壇場だな。絶対焼ける。いざ戦わん。トンボ蹴りよ。うな、行くぞ。お前ぞ。影が闇を彩る。敵将、ほうったり。ずいぶん頑張られたものですね。
戦場は始末とかいう戦屋の独壇場だな。鬼始末たるがゆえん、わかったかな。少しは士気も上がったかね。身を捨ててこそ勝つ戦もある。戦いは島津義弘ら西軍が勝利した。だが関ヶ原の本戦では裏切りが続出、西軍は溃乱して戦場は地獄と化す。それでも義弘は動じることはなかった。勝ち戦は楽しい、負け戦はもっと楽しい。負け戦を勝ち戦にするのは最高に楽しい。勝敗定まった戦場のただ中で義弘の威勢は衰えることを知らずにいた。戦の勝ち負けは終わるまで分からぬものさ。第4話関ヶ原突破戦。ま、博打だよ。西軍は総崩れ、戦場はまさに地獄です。地獄か。地獄は鬼のものだ。はっ、キスプーチェスト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 ー
しまず。我らこそが鬼。地獄と化した戦場は我らのものぞ。敵にも地獄を見せてやろう。敵の中央を突破する。いざ戦わん。完全な負け戦を覆すと思うと武者狂いがするわ。さて豊久はもとや三成左近金千代、この戦場に残る将軍一人であるともわしが死なせる。敵将を掘ったり。まお見事ですね。さあ東軍の強者ども、始末が地獄を見せてやろう。押して参る。天下分け目の関ヶ原の合戦もすでに終盤。早川殿らの裏切りにより西軍は総崩れです。あとは残る三成らを撃つのみです。敵将を撃ったり。ずいぶん頑張られたものですね。いざ尋常に勝負。戦場は始末とかいう戦屋の独壇場だが、北西の銀千代の周りにはいい黒田細川鬼島津が奴らに地獄を堪能させてやる。押して参る。いざ尋常に勝負。敵将を撃ったり。まお見事ですね。敵将を撃ったり。戦場は島津とかいう戦屋の独壇場だな。いざ戦わん。将を撃ったり。ずいぶん頑張られたものですね。戦場が地獄と化し鬼島津が生き生きとしだしたか。お主もな、立花のおじを地獄のような戦場を最後まで共にしようぞ。東方南宮山の左近には吉川毛利けど、たっぷりと戦の醍醐味味わわせてやるか。みんな前線へのご詰めに参れ。お任せください。押して参る。敵将を撃ったり。戦場は島津とかいう戦屋の独壇場だな。いざ尋常に勝負。我が首見事取ってみよう。敵将を撃ったり。ずいぶん頑張られたものですね。敵将を撃ったり。まお見事ですね。あんたが助けてくれたから、歴戦の猛者をここで殺すのが惜しかったのでな。ここでね。まあいいでしょう。忠勝、左近に引導を渡せ。御意。押して参る。ずいぶん頑張られたものですね。
勝敗は決しました。なぜ無用に抗うのです。わしに言わせれば勝敗は決しておらぬ。鬼知らずたるがゆえん、わかったかな。立花のお嬢、中央に密集か。島津の戦や言わずもがなか。お主こそわしの父よ。拙者と対峙すること、すなわち死を意味する。お人よ、それを知りながら恐れず笑っておる。頑張られたものですね。中央に密集するのじゃ。何か策あってのことらしいね。まあいいでしょう。三成の周りには田中、東堂、小早川か。彼ら三将に島津の戦教えてやろう。いざ尋常に勝負。名のある武士とお見受けいたせ。援軍を回す余裕などあったのですか。敵将を撃ったり。な、お見事ですね。ずいぶん頑張られたものですね。押して参る。
にいつか追いつきたい。なぜ今まで動かなかった。負け戦の自立く感覚がさ、なぜ今になって動き出す。負け戦を覆す感覚がそれ以上に好き。なぜ今日戦うと小早川の三将へ半蔵三成の会王子若狭今日の戦う。島津たるがゆえん、わかったかな。お主こそ戦国一の怪人物、惚れたぞ、銀次。私は鬼島津が戦場を共にしたいという武者だ。これくらいの活躍、当然のことだ。主の天下を乱す者、ジュース。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。中央に密集するのじゃ。言われずとも分かっている。囲む敵をこっちは魚鱗にて突き崩す際、いちいち命がけなのが勘弁だ。君の敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。敵将を撃ったり。まっお見事ですね。鬼島津たるがゆえん、分かったかな。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。計算外のことがあるのか。いざ尋常に勝負。押して参る。敵将を撃ったり。まお見事ですね。敵将を撃ったり。その分いつか追いつきたい。名のある武士とお見受けいたせ。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。
しますよ。島津義弘は関ヶ原の戦いで敗勢を覆し、西軍を勝利に導いた。敗走した徳川家康を三品三成ら西軍は追撃、本拠江戸に追い詰める。義弘もこれに従い、西軍の江戸攻略陣中にあった。だが天下を決める最後の戦いを前に、義弘の心中に天下取りへの野望がふつふつとたぎってきていた。我ながらどうしようもない博打打ちだな。第5話江戸城攻略戦最後の博打よ。関ヶ原で勝利したとはいえ、未だ世は収まらぬ。家康を倒し、義の世を築くのだ。徳川にもはや力はなく、三成では天下は収まるまい。ふつふつと老体に野心がたぎってくる。我が首、見事取ってみよ。敵将、お二人お見事です。関ヶ原の状況は兄者にも伝わっているはず。となれば援軍の来る場所を確保せねばな。押して参る。敵将、ほうったり。その部にいつか追いつきたい。この前か、のろしを上げよう。脳裏に願いを促せ。この機を逃すな。
全軍進め。正義はやはり徳川殿にあり。いや、君はどうしてもこの生き方しかできないんだ。清き水に泥ガエルどもは住みかねるよ。よかろう。悪い海は出し切らねばならぬ。維持を了しおって、敵に囲まれた我らはどうなる。我らごときに援軍など。わしは太平の世に安穏とできんのち。再び乱世を、その乱世の中で島津が歯を唱えぬ。いざ尋常に勝負。島津、ついに牙を抜いたが、敵将を打ったり、敵将を打ったり、敵将を打ったり。待たせたな、義弘。もう何じゃ。まずは豊臣を叩き、城下を制圧する。あの島津が天下を狙うか。三成よりも奴がいる。島津め、天下を狙うか。わしに劣らず野心高い男よ。だがわしほど計算高くはないようだな。さらなる今度、義久を冥府へ送ってやろう。押して参る。いざ尋常に勝負。我が首見事取ってみよう。敵将を打ったり。さすがなるご活躍。島津たるがゆえん、分かったかな。敵将を打ったり。その分いつか追いつきたい。敵将を打ったり。おお、やりまするな。Take.
花のごときむしゃぶりよ。我が子は島津の天下で戦い抜きましょう。敵将を撃ったり。おお、やりませんな。敵将を撃ったり。その分いつか追いつきたい。敵将を撃ったり。おお、やりまするな。尋常に勝負。なぜだ、なぜ裏切る。義弘、天下をかけた大博打、自分にかけたくなったね。押して参る、押して参る。我が首見事取ってみよ。敵将を撃ったり。さすがなるご活躍。
将を打ったり。その部にいつか追いつきたい。城外は制圧した。次は徳川じゃ。城に入れるわけには参りません。たるがゆえん、わかったかな。その部にいつか追いつきたい。Yeah!
よかろう、敵将を打ったり、さすがなるご活躍。徳川家康は討ち取った。恥時をあげよう。では弟よ、我らは国元へ戻るぞ。まさか天下持ち島津家に食われようとはな。美味であったぞ。だがただで返すわけにはいかぬ。火を放ったか。ここで焼かれるわけにはいかん。まだまだ拙者は戦える。鬼島津たるがゆえん、分かったかな。主施設氏の血も主がため叩く。踏み上げた中心よ。敵将を撃ったり。殿の家康が来たとは。わしが天下を担う。恐るべき野心、まだ立ち上がってくるとは。敵将を撃ったり。この命尽きるまで戦い抜く。最後の決着をつける時が来たな。惜しい敵よ。お主には戦の匂いがする。好きなんだ。貴様にも戦の匂いがする。私も好きな匂いだ。であれば戦わねばなるまい。戦国が終わるのだから。決闘だ。立花と島津は両立せぬ。ほう、なぜ。私がそう決めたからだ。敵将を撃ったり。立花銀千代。
忘れぬぞ。身を捨ててこそ勝つ戦もある。わしは涙を流さぬ。それゆえこの敵の最後にも戦国の最後にも泣くことができぬ。それが無性に悲しい。天下一統、民もまさに太平の世を謳歌しております。チェスト、おじゆえ。太平に安穏としていられる連中がどうにも好きになれんのな。ま、嫉妬だよ。気にするな、豊久。戦と博打が大好きでな。天下人秀吉の没後、次の天下を狙う徳川家康と豊臣の世を守ろうとする石田三成が対立。家康の東軍と三成の西軍は関ヶ原で激突した。序盤戦局は西軍に優勢であったが、小早川秀秋が東軍に裏切り、形勢は逆転。西軍は壊滅状態に陥った。だがこの時上田城にあった真田幸村が東軍五詰めの大軍を撃退し、関ヶ原に参陣。劣勢だった島津義弘属する西軍の士気は大いに上がった。男が来たものよ。これゆえ勝負は面白い。外伝関ヶ原の戦い。ま、博打だよ。状態、義はついえるか。三成様のご武運これまで。ご覚悟。まだだ。真田幸村、三成殿の加勢に参った。そして参る。負けの決まった戦場に義運とは、義がたいのか愚かなのか、面白い人が来たもん。そして参る。真田の援軍がこれでどこを見ているさも。撃て！ちまったか。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。関ヶ原は抜いた。これより家康本陣を強襲する。Yeah!
部式のこと、橘は広まる。さすがなるご活躍。今頑張られたものですね。三成様、徳川の援軍がこちらに向かっている模様。ありえぬ。秀忠は雪村が蹴散らしたはず。奥州の伊達と江戸の雪にござります。関ヶ原中央の劣勢を覆す。押して参る。ちょっとまずったかな。敵将を掘ったり。まお見事ですな。佐藤、生きているか。なんとかね。少し休ませてもらいますよ。敵がここまで。いざ戦わん。押して参る。本陣に敵が。至急救援を。この劣勢を覆すぞ。ただし御尊父に劣らぬ。お許しますね。その言葉をいただき光栄です。敵将を撃ったり。戦場は芝津とかいう戦屋の独壇場だな。生き残れ。貴様はここで終わるには惜しい男だ。生き残るとも。生き残っておりました。またやり合おう。いざ尋常に勝負。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。このままではまずい。援軍を。敵将を撃ったり。お見事でございますな。我が首見事取ってみよう。随分頑張られたものですね。
たじけない。鬼島津たるがゆえん、わかったかな。戦場は島津とかいう戦屋の独壇場だな。敵将を撃ったり。ずいぶん頑張られたものですね。わしが来て形勢はまた東軍有利になったな。水産なり政宗、俺が再び戦況を覆すまでだ。押して参る。いざ戦わん。いざ尋常に勝負。ずいぶん頑張られたものですね。敵将を撃ったり。戦場は始末とかいう戦屋の独壇場だな。このままではまずい。援軍を。バカめ、恩人が空いたぞ。雪殿、今ぞ。石川らは親父殿を守れ。残りは我に続け。ひるむな。立花に敗北はない。敵将を撃ったり。ずいぶん頑張られたようですね。いつ本陣が空いたって。まあ、死ぬ前にもう一花ってやつだ。敵将を撃ったり。まあ、お見事ですな。全軍退却。奥州まで全速力で駆けよう。押して参る。いざ戦わん。ちょっと待ってかな。敵将を撃ったり。ずいぶん頑張られたものですね。俺にも計算外のことがあるのか。こいつが見送ってお主に渡さって。今日敵将を撃ったり。戦場は島津とかいう戦屋の独壇場だな。このままではまずい。援軍を。
ひるむな。橘に敗北はない。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。ま、助太刀感謝しますよ。敵将を撃ったり。随分頑張られたものですね。計算外のことがあるのか。何とぞ援軍を。いざ尋常に勝負。我が首見事取ってみよう。援軍を回す余裕などあったのですか。頑張られたものですね。敵将を撃ったり。ま、お見事ですね。鬼島津たるがゆえん、分かったかな。頑張られたものですね。俺にも計算外のことがあるのか。
で損害のことがあるのか。押して参る。鬼島津たるがゆえん、分かったかな。敵将、おふったり。ずんぶん頑張られたものですね。ひるむな。立花に敗北はない。家康、お主は戦の人使いが上手いだが、坂頭に過ぎる。そこには若さがない。天下人に若さが必要。心だよ、あの熱い男を見てそう思わぬか。尋常に勝負。なんという強者だ。乾杯よ。江戸へ戻り再起を図る。戦は詰まるところに、それを心の戦に変えおったが、久しぶりに心が震えたぞ、雪村。身を捨ててこそ勝つ戦もある。